任意でで事情聴取されたののは那覇市議議会の与党議員です。関係者によりますと久高容疑者はおととし11月この市議会議員と面会した際お礼はするからと述べ土地問題で市側を追及する議会質問を求めたほか翌年の2月ごろにも間違いなく地主が勝つ3ヶ月で決まると話し再び質問を依頼したということです。 この議員は裁判をすればいいと依頼を断ったとしていて、実際に議会でこの問題を質問していません。警察は久高容疑者が賄賂の見返りに質問を依頼したのかなど、慎重に調べているとみられます。